こんにちは、こっちゃんです。こっちゃんの母です。はい、今日も読み聞かせやっていきたいと思います。それではレッツスターティー、始めるよ。はい、今日も読み聞かせやっていきたいと思います。今日はあちしさんのブログの方でやっていきたいと思います。マリヨミ始めるの、のだのだのだかのだのだ、せーの、今日の明日からのメッセージをお伝えします。あ、今日はこっちゃんから2丸読みでいきます。せーの、こんにちは。わ？わ？こんにちは。こんにちは。こうして、せーの、こうしてお話しできることに感謝します。こちらこそ。こちらこそ。開けちゃ開けちゃ。落ち着いてください。冷静に考えてみてください。ニュースなどでとても怖いとされているウイルスが本当に言われているほどの威力を持っているのならばどうでしょうか。初めて服を選んだ道から報道されてから約3ヶ月が経ちました。研究措置として国は開催しなければ閉鎖を再三しなければいけないほど閉鎖しなければいけないほど国を閉鎖しなければいけないほど、うん、協力的な鍵に感染力がも非常に弱く強く必死マン致死率も高いのであれば、もう目に見えて人々がどんどん増えてくるはずです。倒れてる人口の半分近くの方がかかっているはずではありませんか。何に？ロナ、うん、ロナの力すごい。そして関西中に感染ウイルスを稼ぐために学校を感染を防ぐために学校を休む休校にするというならがも言いながらも保育園や学童下校は保育は OKKK するということはのは矛盾に落ちています。満ちていませんか。イベントの中止などの要請をしながら国レベルのイベントは中止せず続行するというのは大きな矛盾ですね。これは何を意味しているのでしょうか。そうですね、トップの人たちはこのウイルスはそんなに退治できる脅威できる、うん、ということを知っていることです。そんなに脅威ではないということをということですって言ったじゃん、さっき。知っていて煽っているのです。なぜですか。あなたたちを怖がらせ自分たちの欲しいものを手に入れるためです。欲しいもの？それはあなたたち庶民を支配するための手段です。
国が命じればお母さんの番だよ。庶民をどのようにでもコントロールすることができる権利が欲しいのです。緊急事態宣言ですね。5回タイマー、うん、何でもできる打ち出の小槌がどこまで通用するかの実験をしているのです。そして庶民たちが何にパニックになるのかの実験を重ねているのです。兼ねているのです。戦争や自然災害や金融単体ではもう人々は怖がらなくなりました。だから今度は病気ならどこまでパニックになるのかを実験していたのです。それがとてもうまくいったと思っています。そしてお金も欲しいですね。金融を操作してパニックを起こすことができれば、仕掛けた人は巨大な国を手に入れることができます。莫大な富を富を手に入れることができます。からくりを知っているのですから、どうにでも仕掛けることができます。儲けることができます。言葉はよくありませんが、イカサマバクチということです。たくさんお金を儲けることができ、人々をパニックにすることで人々のコントロールの仕方が分かり、恐怖のエネルギーも搾取することができるのです。搾取か。それをしている人たちは笑いが止まりません。あなたたちは怖がらせて、高みの身元で笑っているので、見物で笑っているのです。キャッキキキャッキキャッキ。今日さ、こっちゃんずいろいろやる。矛盾を感じてください。こんな音があるんだけど。おかしいなと思ってください。そうすれば彼らの先導に乗ることはありません。冷静に考えることができます。もう多くの人たちが分かってきています。安心してください。この騒動が収まったら、こっちゃんだし、もうこの手は使えなくなります。こっちゃんだし、彼らはまた使えると鷹をくくっていますが、もう使えなくなります。人々に免疫力がつくからです。病気にある対する免疫力のように、彼らの雨宿りに対しても鬼力がつくのです。免疫力がつくのです。あまたやってるわと思えるようになるのです。だから次に同じ手を使おうとしても、その手には乗らなくなるのです。ミサイルが飛んでくると言われ、最初は怖がっていた人々も何度目にかはもう笑い声になってしまいました。同じことになります。ミサイル飛んでくる。こうして彼らは使える手がどんどん減っていくのです。対戦もダメ、戦争もダメ、債権もダメ、金融崩壊もダメ、ウイルスもダメとなると、こっちゃん何もできなくなってしまいます。そしてその手口を作った人を作った人々は彼らからそっと離れていくことになるのです。何を言われても脅されても、彼らの思い通りにはならないということになる。それは彼らからそっと離れるということなのです。
別のところで遊びますねと条件する宣言する惜しい宣言するのと同じなのです。冷静に見てください。彼らのやっている水着矛盾を感じることができます。矛盾を感じることができれば手口がわかります。真実が見えてきま す。せーの、あなたに愛を込めてお伝えします。ありがとう、アスタール。ありがとう、アスタール。ありがとう。ありがとう。今日のこっちゃんクイズ。あ、今日のポチ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 。もう一個、もう一個。あ、だだ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 だ。ポチポチポチ。今日のこっちゃんクイズをしたいと思います。前回の答えは、私の好きなお花はアジサイ。私の好きなお花はアジサイです。今日のこっちゃんクイズは、ドゥルルルルダン。かっちゃんは指パッチンができるでしょうか。丸か×です。丸×クイズ。お母さんめっちゃ笑ってる。さようならなのだ。ドロン。はい、いかがでしたでしょうか。この動画を面白いなと思ってくれた方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それじゃあまたねー。